僕はね、はい、お宮さんは動いていないといけないと。で、動くのはどういうことかというと、あのやはりいろんな人に訪ねてきてもらって、そして鳥をくぐってもらって、この森を吹いてくる風を感じてもらい、あの昔からあるあの灯籠やら狛犬、そういったものの中から日本人が育んできてきたあの伝統とか文化とか信仰とか、それは言葉じゃなくてお宮さんのお宮さんに入ってもらうことによって感じてもらうんです、はい、そのためにそういう人たちを呼びつあのよあの来てもらうために大左衛門君の舞をしてもらいたい、はい、ぜひよろしくお願いしますという思いを受けまして、私小畑大左衛門は鎌倉からこちら琵琶湖東近江市八岡市野々宮神社まで歩んでこの身をこの足で届け参ることにいたしました。どうか皆様志のご協力を何卒よろしくお願いいたします。お願いします。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや楽しいですねとっさに喋るのは難しいです。まあだけどすごい良かったと思いますというのは普段思ってるからですね。